はい、では次は、Python のインストールです。で、ターミナルを使いますけども、Mac には最初から Python が入ってますが、Python って入れるとね、Python2.7 が実行されます。で、ここで使いたいのは Python3 なので、Python3 と入れると、まだ入ってませんので、X コードのインストールが始まります。ただ、そのままね、画面に従って進めちゃうと、実はこれ、入らないようになってます。空き容量が少ない時もね、こうなりますので、それとの違いもちょっとチェックはしなきゃいけませんけども、普通にアプリの方ですね、そちらで X コードを入れて入れなきゃいけない。実はここで画面に出てますけどね、Apple ID が必要になるために、先ほどその情報がなかったから、自動インストールできないことになってました。もしここでね、先に Apple ID 入れてる状態だと、さっきのターミナルから自動的にね、入る場合もあります。で、Apple ID をね、有効にして、X コードをダウンロードしてきますが、これが結構ね、時間かかります。まあ、その時の込み具合とかにもよりますけども、私がやったこの時には40分ぐらいかかったんかな。でしかも、読み込み終わった後になんかダウンロード失敗してたみたいで、もう一度読み込み直すとかいうね、ことになりました。ですので、まあ、時間の空いてる時にね、裏でやっておくと、幸せになれます。というわけで、ちょっと、画面の方ですね、動画の方はここから早送りをしておきます。で、こんな早くね、プログレスバーが進んでくれたら嬉しいんですけれども、実際これ40分ぐらいかかっています。で、ダウンロードが終わってね、インストールできると開くという状態が出てきます。で、ここで、ターミナルの方にね、戻ってみて Python3 と入れてみると、はい、X コードのね、ライセンスへの同意が求められます。まあ、ちゃんと読んでね、問題なければ、エンターキーを押していって進めてくださいと。で、その Q ね、クイットというふうになってしまいますので、Q を押すと、アルファベットの Q を押すと終わってしまいますが、スペースでね、続きを見ていって、最後のところですね、そこまで進める必要があります。で、書いてますね、Please run sudo x code build-license とやってくださいとありますので、それを入れます。パスワードはね、自分のアカウントのパスワードを入れます。で、これで、ライセンスまだね、出てきますので、読み終えて、最後に Yes を押すのかな。結構量ありますね。ちゃんと読みましょう。で、最後ですね、Agree、Print、Cancel という選択肢がありますので、Agree、同意しておきます。これで、X コードが使えるようになりましたので、Python3 もね、入った状態になります。でもう一度ね、Python3 と入れてみると、3.8.2 ですね。この試した時にはこのバージョンですけども、Python3 がこれで使えるようになりました。で抜け出るにはね、クイットで、カッコ丸々と入れてやると、抜け出ることができます。これで Python が使える環境が整いました。